はい、皆さんこんにちは、渡辺ルビーです。では今回はハーツオブアイアンじゃないですね、カンパニーオブヒーローズノルマンディ進行ステージ8サンフロモンドをプレイしていきます。コブラ作戦、エブル中隊はサンブローセクター、またの名をボカーチュ地方に展開した。最初のミッションはサンフロモンドを確保し、ビール川の対岸に共闘法を築くことだということですね。ではミッションをプレイする。 It was disturbing to see how far advanced the Nazi war machine had come. Smart as our guys were.We had nothing like this. With Cherbourg secured, Supreme Allied Command has identified our next priority, the crossroad town of St. Lo. Now, the only place we can cross the River Vir is right here. Unfortunately, we have very limited intelligence on this area. Able Company will move in after dawn.38th SS Panzer Grenadier has blown the only bridge into Saint-Fremond. Without it, division can't push forward. It's Abel's job to get the engineers in there and bring that bridge back into play. Once the bridge is up, it'll have to be protected. This means pushing the 38th back, out of Saint-Fremond. By flanking the town, we should be able to force the Krauts into a pocket around the town square, here. Then it's just a matter of clearing the square and capturing this strategic point.We need to start repairs. はい、ではまず橋を修理するところからですね。橋がどこにあるかというとここにあります。でこの先、ここが破壊されているので、この橋の、修復に向かいたいと思いますが、まずはですね、この、シャーマンカリオペ、これがですね、ミサイルによる弾幕攻撃ができるので、これをね、うまく活用するためにまずは戦車を向かせます。でその間にですね、残っている工兵を使って戦車基地までどん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 積み上げていきます。では制圧射撃していきましょう。ここねミサイル攻撃結構強力なんですね。ここで建物の装甲車も、とりあえず対岸にいる敵は全員破壊しています。はい、まずは橋の修理できました。シャーマンを1両、さらにもう1両今養成中です。なので現在はシャーマンが2両、それにカリオペが1両という体制ですね。この後はサンフロモンド広場の確保ということで、ここですね、ここの広場を確保しましょうということです。まあ、ただミサイルによる制圧攻撃を行ってから中に入っていきたいので、もうちょっと様子見しましょう。戦車だけ少し前に進めます。制圧攻撃を仕掛けましょう。いや、これね、ミサイル本当に強いですね。射程が長いので、戦いやすいですね。安全を確保したら前に進んでいきます。それと同時にちょっと後ろ取られたくないので、ここに陣地を築きましょう。今広場の確保してます。戦車を2両ここに置いてますね。そしたら陣地を築きます。敵の攻撃に備えて陣地を築いておきます。Able Company now controls Saint-Fremond. Recon shows heavy troop movements in this area. 司令部がそこにあって、さらにロケットミサイル撃ってくる拠点が3つ、これを制圧しろっていう内容でしたね。
しかも移動式のようなんで、守っているこのサンフロモンド広場に敵がミサイルを携えてやってくると見て良さそうですね。まあ、そう考えるとちょっとでも早く、拠点の制圧した方が良さそうな感じがします。We cannot let them retake the town square. We hold here, men. We need to set up defenses in the town square. Get some mines across the roads and build tank traps. 工兵の数増やして陣地の数増やしましょう。 Secure all nearby strategic points. ミサイル攻撃を受けてますね。これここ守るだけではちょっと厳しそうなんで、攻めなきゃダメな感じがちょっとしますね。いや、なかなか苦しい場所だな、ここは。Moving out. Ready. Taking cover inside.そしたら進軍していきましょう。こちらもちょっとずつちょっとずつ、そして確実にですね。ゴリアテっていうあの爆弾ですね。あの爆弾をこちらでも取ることができたので、ちょっとこの爆弾使ってみましょうか。リモート爆弾みたいなですね。攻めながら守る、守りながら攻める、どっちなんだろう。どっちにしてもなかなかちょっと難しいステージですね、ここは。ゴリアテを使って敵の戦車をね、今攻撃してみましたけど、こういう戦い方になりそうですね。あとはもう攻撃をちゃんと戦車につけてあげないと、戦車がダメージが本当に計り知れないものが出てます。あ、敵のミサイルだな。これも何発か撃たれてますけどね。これがさらに迫ってきてるって、まあそういう描写ですかね。まあ、1個でも2個でも早くミサイルを回収に向かいましょう。ちょっとずつね、こちらも、まあ、負けじと進軍はねしていきましょうというところですね。ちょうどこのまま直進して、この辺りに敵のミサイル陣地があると思うので、そこまで進んでいきましょう。ちょうど今敵のねミサイル陣地に来てます。もうちょっと火力が欲しいなと考えると、戦車は2両体制にしてもいいかもしれないですね。さあ、ミサイル攻撃で起動。ミサイル陣地1つ破壊しましたね。ちょっと同じ要領でもう1個2個とちゃんと攻撃をする必要があるかなと思います。またちょっとねミサイル弾幕を貼っておきましょう。これで敵のねミサイル陣地を破壊できなかったか。もう一押しでしたね。ちょっとこれの繰り返しになりそうですね、しばらくはね。さあ、もう一度ミサイル撃って撃ち終わったら急いで戻りましょう。いやー、敵の戦車がいろんなところから出ては入って送り返すと、本当に攻めと守りと攻防一体の戦いっていうのがなかなか辛いですね。ただ、ミサイルによって敵のロケット基地は、ロケット陣地かな、ロケット陣地はあと一つまで落としましたね。
さあそれでもね、マップの左下、画面の左下、ミニマップ見ていただいた通り、大体3分の1ぐらいですかね、制圧進んでいます。この調子で頑張りましょう。戦車もね、増量してます。さあ、あと1分というところまで来ましたね。なんとかこのまま守りきりたいところですけど、戦車で広場を固めている状態です。そしたらこの間にもう一撃、ここにね、おそらく敵のミサイル陣地があると思うので、ここにミサイル攻撃仕掛けてみましょう。これ決まってくれると本当に大きいですね。ミサイルを撃って、これがどうか。ここにありましたね。ちょっと覚えておきましょうね。Stand down, Able Company. The SS are retreating. Conti, give me a casualty report. 防衛は完了したところで、この任務は終了かな。We did our jobs. ミッション完遂ですね。本当に攻めと守り、攻防一体ってところが難しかったかな。このネーベルウェルは、まあ敵のミサイル、ロケットですけど、あと1個、惜しかったですけど、ここまで破壊できてれば第2目標も到達できてましたね。では、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。